来たようですね。うん、あなたを倒すことでおじい様の大願が成就します。白も黒もない善だけの世界、皆が笑って過ごせる世界。ユミちゃん、もし善だけの世界があったらどんな人でも笑っていられるのかな。ええ、私はそう信じています。善と悪があるから争いが生まれ、争いから悲しみと憎しみが生まれるのです。善のみ、善だけの世界、それこそが完全なる世界の形。私はそうは思わない。善悪の区別は必要だよ。それはなぜです？善として生きられない忍びだっているんだよ。そういう人たちはどうすればいいの？生きられないのなら滅ぶのみです。生き方が合わないなら滅べなんて、そんなの絶対におかしいよ。おかしいのはそちらです。悪を滅ぼすことを否定する意味がわかりません。ユミちゃん、これは善と悪だけの問題じゃないんだよ。光と影、善と悪、陽と陰、どれも対になって存在している。その意味がわかる。私のじっちゃんが言っていたんだ。光と影があるからこそ世の中は成り立つって。私もそう思う。この世界にはいろんな人がいるんだ。どっちか片方だけじゃ誰もが笑顔になんてならないんだよ。善と悪の争いで両親を失った者にその理屈が通用すると思いますか？理屈では人の心は動かないのです。私の両親は善人でしたが、悪人との戦いで命を落としました。四季も実りも夜桜も村雲も同じです。善と悪の戦いとやらに両親を奪われました。もうそんな悲しみを増やしてはならない。だから私は忍びの世界を統一する。ユミちゃん、アスカさん、私とおじい様の悲願のために死んでください。ユミちゃん、私は死なない。絶対に死なない。忍びの道を極めるまでは。来ましたね、その力。私が打ち砕きます。アスカさん、いざ尋常に勝負。アスカ、舞い忍びます。うん、鎮魂の夢に沈みましょう。最終戦、見くびっていました。やりますね。甘いよ。やるよ。あふれる。やった。見くびっていました。小さいな。消え去りなさい。甘いよ。いきます。忍び転身。くらいなさい。これで決まり。あ、これで決まり。
んてこと。ふん、技あり攻撃です。やるね。ピクリ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 、逃がさない。わざあり攻撃する。それなりに耐えなさい。これで逃がさない。やりなさい。やりなさい。逃がさない。きます。まいよだ。ピクリピン、やりなさい。逃がさない。やくね。やるね。ピクリピン、ピクリピン、やりなさい。戦う意志が折れぬ限り、私に敗北の文字はなし。おじい様のために忍びの世界を統一する。それまで私は負けられません。やっぱユミチンだな。シキさん、ユミチンだけは絶対に心が折れないって思ってた。私はダメだった。心が折れて負けちゃった。シキさんは気にしないでいい。あなたの代わりに私が最後まで戦い抜きます。さすがはみんなのリーダーだね。みのりさん、正直わしは何が正しいのかわからなくなってしまいました。夜桜さん、だからこの勝負ユミに全て預けます。さあ我らの力を使って。これは秘伝忍法書。みのりたちの思いを受け取って。ユミチンにこの勝負任せた。ユミの出す結果にわしらはついていきます。あなたはわしらのリーダーですから。みんな、わかりました。あなたたちの力を貸してもらいます。すべてはおじい様のため。おじい様に受けた恩を返すため。そのためならこの命惜しくはない。禁忌、引用を裏がさぬ。はぁ、何なのこれ。怒りも悲しみも喜びも楽しみも一つに、私たちの理想の証明のため。アスカ、私は負けられない。忍びの世界を滑るまでは。ものすごい力がユミちゃんに。アスカさん、弱気になってはいけません。イカルカさん、私たちの秘伝忍法書を受け取ってください。ここまで来たんだ。負けたらもみもみじゃ済まないぜ。
お前なら勝てる。アスカちゃん、決戦のみんなも苦しんでいるんだよ。だから決戦のみんなを救ってあげて。それができるのはアスカちゃんだけだよ。ひばりちゃん、わかった。みんなの秘伝忍法書の力を借りるよ。はあ。面白い。これで力は五分と五分。勝負を決めるのは思いの強さです。いくよユミちゃん。思いの強さなら私も負けない。アスカ、正義のために舞い忍びます。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。最終戦、やりとれなりに逃がさない。死なないで。
ねえユミちゃん、どういうこと？生きているうちに見せてあげたいって。話せ。おじい様は重い病気を患っていて、春まで持つかどうか。今年に入ってからは病は悪化するばかり、すでに寝たきりの状態なのです。だから私は、私たちを見せてあげたかった。おじい様がずっと思い描いていた世界を。これで学園祭は終わりだけど、私たちは月仙の校舎は燃やさないから。それじゃ納得できないっていうのなら、校庭でキャンプファイヤーでもやろうよ。みんなで焚き火でもしよう。キャンプファイヤー。そう、みんなでキャンプファイヤー、楽しいよ、きっと。じゃあ私、みんなのとこに戻るね。待って。アスカさん、あなたはいい人です。それは痛いほど分かりました。でも、それでも私は負けるわけにはいかない。これ以上続けたら本当にどっちかが死ぬよ。構わない。私が死んでもおじい様の宿願が果たせるなら。もう終わりだ、ユミ。おじい様、どうして。バカ者。アスカ、見事だったぞ。あとはわしに任せておけ。黒影、
半蔵。俺は黒影、賭けはお前の勝ちじゃ。善だけの世界はあったな。ほら、お前の腕の中に。私たちが負けるわけないだろう。ホムラちゃん、私たちは完全勝利だ。もちろん全員無事だ。そっか、よかった。というわけでアスカ、次はお前との決着をつけるぞ。ちょっと待ってよ。いいや、待たない。今戦いが終わったばっかりなんだよ。ちょっとお風呂でも入ってゆっくりしようよ。お風呂か。いいだろう。私もお風呂で汗を流したいところだ。ただし私だけじゃなく、他の仲間も一緒に風呂に入れてくれ。もちろんだよ、みんなで入ろう。お風呂ってみんなで入るともっと楽しくなるよね。ねえホムラちゃん。なんだ。お風呂なんだけどさ、月仙の子たちも誘っちゃダメかな。好きにしろ。あ、ホムラちゃんはみやびちゃんたちも呼んでね。しかし本当に敵も味方もない女だな、お前は。うん、だって私たちみんな同じ忍びなんだから。
よくできました。やったー、ひらめきました。